どうも、たこちゃみネットです。さあ、飛び堀実況続きやっていきましょうか。今回はですね、連続でトタケケネタなんですけれども、隠し曲、トタケケのライブ限定でもらえる隠し曲が、なんと3曲あるということで、今回はそちらを紹介させていただこうかなと思います。隠し曲って言っても、多分ほとんどの人が、知っているであろう曲なんですよね。で、まずは、タイトルでも君の今の気分でも言ってくれたら答えるよっていう感じなんですよ。で、今の気分はか何でもいいにしたら出てこないんですけれども、あの曲がいいにしたらリクエストできるんですよね。で、このリクエストで歌ったねの夢と打ったら、あ、君、その曲知ってるんだ。歌ったねの夢は秘密の曲なのに。それじゃあリクエストに応えて演奏するよ。席についてくれるかい、ということで演奏していただけます。てか、あれだな。なんやかんや攻略本とかに載ってるから、そんなに秘密っていうわけでもないんですけれども。とりあえず知らない人のために。はい、というわけでね、今の曲をプレゼントさせてもらったよということで、歌ったねの夢をいただいたわけなんですが、もう一曲歌ってもらおうぜ。でですね、あの曲がいいにして、二つ目の曲は多分、みんな一回はどこかしらで聞いたことあるんじゃないかなと思います。お散歩ですね。お散歩は秘密の曲なのに、お散歩が秘密の曲って結構不思議ですよね。
はい、というわけで2曲目お散歩を演奏してもらったわけなんですが、これどこまでいけんだろう。結構いけるんだね。俺2曲までかなって思ってたんだけど。では3曲目ですね。ドウブツの島という曲が隠し曲で存在するということで、こっちも行こう。はい、というわけでですね、隠し曲のうたた寝の夢とお散歩と動物の島の3曲を演奏してもらいましたが、これどこまでいけんの？ずっと聴けるんかな。あ、でももらえるのは1曲だけなんだ。へえ、そろそろトタケケ指大丈夫か指大丈夫かな。ライブ限定でしかもらえない曲があるらしくって、さよならと、動物の街と、ドライブ。あと、まあ、誕生日の、一番近い土曜日の夜に、まあ、君の誕生日が、まあ、もらえるわけなんですけれども、さよならってどうなんだろう。これさよならって言ったら、やってくれんのかな。
だよな、だよな。なんかこんな曲じゃない、さよならは。ライブ限定でもらえない曲。ちょっとさよならと動物の街とドライブのちょっと手に入れ方がわからないんですけれども、まあ、あの隠し曲は歌種の夢とお散歩と動物の島ということで、皆さんぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。